夢の女と峠の女。俺は幽霊は見たことはないんだけど、夢とそれに関する不可思議な話を。俺は中学3年くらいの頃から変な夢を見るようになった。それはショートヘアで白いワンピースを着た20代くらいの女が無表情で俺を黙って見ているという夢。夢の中で俺が話しかけても何も言わずに黙ったまま。今でも月に3回くらいは見ているんだけど、当時は週に5回は夢に出てきた。その夢の女なんだけど、俺は全く見たことがない顔で、家族に話して心当たりがないかと聞いても誰も知らないという。それから少し月日が経って高校生の頃、法事で親戚が集まった時、おばさんに声をかけられた。そのおばさん曰く、たまに一瞬だけ俺の後ろに女が見えると。ちょっと前から盆正月になっていた時に見えて、あれ？って思った時にはいないから気のせいだろうと思っていたけど、今日も一瞬見えたから話してみたんだと。これが聞いてみると、どうも特徴が夢の女っぽくて。その場でこれを聞いていた母親がビビって、地元に住む、法銀さんっていうばあさんのところに連れて行かれた。この法銀さんっていう人は、イタコやユタみたいなシャーマンらしく、何やら俺の前で30分くらい拝んでいたが、それが終わると俺に言った。どうも俺は夢の女に惚れられてしまったらしく、それがベタ惚れ状態で払うことができないらしい。俺に危害を加えるようなことはおそらくないから、俺に飽きて夢の女の方からいなくなるのを待つしかない。いつ消えるかわからないが、結婚は難しいだろうと。結局どうすることもできずに、そのままずるずると今に至っているわけだが、ここまでが前置きの話。俺は今大学生で、この間友達3人と一緒に肝試しに行ったんだ。肝試しといっても、夜中のドライブがてらある峠を通るだけなんだけど、この峠は旧道になっていて、近くにトンネルができてからは滅多に車が通らなくなった道。なんでも夜ここを車で通ると、女が上から降ってきてフロントガラスから睨みつけるとか。その日、友達の A が運転席、B と C が後部座席で、俺が助手席に乗って、深夜1時頃、その峠に行ってみた。道中はさすがに真っ暗で、皆雰囲気に飲まれて無言だった。もう少しで道の半分くらいというところで、いきなり後ろの二人が騒ぎ出した。後ろから女が追いかけてくる。そんなことを言いながら、すげえパニクってる。俺も後ろを見たんだが、暗くてよく見えない。というか、そんな女はいない。でも、後部座席の B と C は、後ろを見ながら、もっとスピードを出せとか叫んでる。運転している A は、俺と同じで、そんな女は見えないらしく、マジかよとか言いながら、車の速度を上げるんだが、何分見えていないんで、どれだけスピードを出せば振り切れるのかもわからず、B に、もっと上げろ、追いつかれる、とか言われるもんだから、全力で峠を走らせていた。どうやら、峠の道を突っ切ったあたりで、
その女は消えたらしく、そのまま具合が悪くなった C の家に行って、怖いんで朝方まで C の家で話をすることに。そこで B が言うには、女が長い髪をなびかせながら、宙に浮いた状態で、すごい形相で追いかけてきたと。B は気がつかなかったが、C はもっとよく見えていて、その女は頭から血を流していたらしい。そして朝になって各自解散。俺は、そんなもの見なくてよかったな、とほっとしていたんだが、ある形で見てしまった。その晩、夢の中で。夢の中で長い髪の女が、俺を睨みつけるように立っていた。その顔は、頭から血どころか、顔面血まみれの状態で、何やらつぶやいている。俺は即座に、峠の女だと直感して、動くことができずにいると。俺の横から誰かが出てきた。それはいつも見ている夢の女だった。いつもはただ立っているだけの夢の女は、峠の女に近づいていって向き合う形に。そして、思いっきりビンタ張ってた。もうなんていうか、スパーンって音がして。峠の女がぐらついてよろめくくらい。そこで俺は強制的にまぶたを開けて無理やり目を覚ましたが、もう心臓バクバク状態。その後も夢の女がいつものようにただ立って俺を見ているだけの夢を見る。今も見ている。打足になるけど、峠の女はどうも、俺たちと一緒に、C の家についてきたみたい。やはり肝試しの次の晩、C が寝ていると、部屋を誰かが歩き回る音がする。C が目を覚ましてみると、峠の女が顔面血まみれで睨んでいて、C と目が合うと、何やらつぶやき始めたらしい。C は布団をかぶって震えていたが、つぶやきが止んだので見てみると、もう峠の女は消えていなくなっており、それっきりだし。長くなったが、最初に言ったように、俺は幽霊は見たことはない。見たのは、ただの夢だけ。そう、ただの夢の世界。なんだけどね。奇妙な軽トラック。大学の先輩と行ったドライブ旅行の帰り道、途中で地図を読み間違えてしまったのか、近道をしようとした俺たちの車はどこかの山道に迷い込んでしまった。時間は夜の8時ぐらいだったけど、山の中なので行けども行けども暗い道が続いて、運転をしていた先輩も、ナビをしていた俺も、完全にどこ走っているのかわからなくなっていたとき、ふと前方を一台の軽トラックが走っていることに気がついた。ずっと不安ないな暗い山道続きで不安だったから、ちょっとだけ安心して、もういっそ、その軽トラックについていこうということになった。ところが、その軽トラックについて行っても、なかなか山道を抜け出せない。それどころか、どんどん山の中に入っていくような気もする。それでもしばらくは、軽トラの後をついて走っていたんだが、ある時、ふと距離が空いたと思ったら、
いつの間にか前方を走っているはずの軽トラの姿が見えなくなってしまった。細い山の中の一本道。よほどのことがなければ、見失うことなどはありえないはずなのだが。俺たちの車の前には、ただただ暗い山道が続くばかり。不思議だとは思ったのだが、まずは山から抜け出すことが先決、と思い直し、その道をまたしばらく走り続けていた。ところがあるとき、俺たちの後ろに何かがついてきていることに気がついた。最初はなんだかわからなかったのだが、よーく目を凝らしてみると、なんとそれが、Kのトラックだったのである。もちろん、それが先ほど前方を走っていた軽トラと同じ車かどうかはわからない。ただそいつは一つ奇妙な行為をしていた。結局その行為のおかげで、後ろを走っていることにしばらく気がつかなかったわけだが、その軽トラはライトを消してついてきていたのだ。ライトを消した状態で、果たしてこんな曲がりくねった山道を走れるものだろうか。そんな俺たちの疑問なんかお構いなしに、きっちりと俺たちの車についてくるその軽トラの姿がだんだん不気味になってきた。やがて、もしかしたらついてきているのではなく、つけられているのではないかという考えに至って、なんだか急に怖くなった俺たちは、慣れない山道にもかかわらず、できるだけスピードを上げてちぎってやろうとした。けれどその軽トラは呆れるほど執拗に追いかけてきた。もちろんライトは消したまま。先輩も俺も完全にビビっていて、どうしようとか言い合うものの、どうしようもなく仕方なく車を走らせていたら、あるところから、後ろの軽トラの姿が完全に確認できなくなった。今度は見えないんじゃなくて、本当にいなくなっていたんだ。なんだか、狐につままれたような気持ちになったけど、何はともあれ、諦めてくれたんだからと、少しほっとしていたら、しばらく走った道の前方に、後ろを走っていたはずの軽トラの姿が、俺たちの車のライトに映し出された。その瞬間、さーっと血の気が引いて、俺たちは言いようのない恐怖を感じ始めたんだ。一方で、これは何とかしないとやばい、とも考えていた。で、そこからしばらくは、また元のように、前を行く軽トラを俺たちがついていく羽目になったわけだが、さらに走っていると、少しだけ道幅が広くなった、細い山道に特有の追い越しできる場所が設けてある区画に差し掛かった。その瞬間、先輩はものすごい勢いで U ターンを試み、壁だの、ガードレールだのに、車体を擦りながらも、それに成功した。それからは一目散に、元来た道を、事故らなかったのが奇跡なくらいの、猛スピードで引き返していったら、やはり U ターンをして、今度はしっかりライトを点灯した軽トラが、案の定、俺たちの後を、すごい勢いで追いかけてきた。逃げる途中に分かったのは、山道には、細いけど何本かの枝分かれした道があったということ。どうやら、その道を利用して、軽トラは俺たちの車の前につけることができたんだろうが。俺たちは無我夢中で走っていたから、
そんな枝道が目に入らなかったのだろう。どれくらい走っただろうか。本当に元来た道なのかもお構いなしに走り続けていたら、ようやくちらほらと民家が見え始めて、やがて個人経営のガソリンスタンドの明かりが目に入った。ほとんどスピードを緩めることもなく、そのガソリンスタンドに滑り込み、驚いて出てきた店員のおじさんの腕を掴んで、早口に事情を説明しながら、後をつけてきているであろう軽トラのいる道に連れて行った。すると例の軽トラは、ガソリンスタンドの数メートル手前で止まって、やがてキビスを返すと、元の山道へと戻っていったのだ。その時、軽トラのボディに書いてあった何かを目にして、おじさんは、ああ、〇〇会の連中か、と、さも平然と納得したのだった。後から聞いたところによると、その一帯の山は、その〇〇会の持ち物であり、その山の中に〇〇会の一部の人々が、集落のようなものを築いて、集団生活をしているそうだ。ただ、そこから脱走しようとする者や、その団体にいる身内を連れ戻すために侵入しようとする者。そして、彼らの集団生活の内部を探ろうとする、マスコミの潜入取材などが頻発したため、見守りや、あるいは威嚇の意味で、その会の連中が時々巡回をしているんだそうだ。まあ、普段はおとなしい連中なんだよ、と、そのスタンドのおじさんは言ったが、一方で、そんな彼らの執拗な追跡によって、事故を起こす車も少なくないと聞く。俺たちも一歩間違えば、事故っていたかもしれないと。その時になって初めて自分たちの強引な運転に怖くなった。思い出の古本屋。俺は小学生の時から高校生までずっと遠くの私立の学校に電車で通っていたんだ。だから地元の友達って一人もいなかったんだよ。両親は共働きだったんで、毎日親が帰ってくるまで家で一人で遊んでた。と言っても一人で遊べるようなおもちゃなんてほとんど持っていなかったし、何をしてたかっていうとずっと漫画を読んでいたんだ。うちの親はテレビゲームを禁止にしていたくらいで、漫画もほとんど買ってはくれなかったんだけど、ただ月の小遣いに500円と、あと小一の頃から、片道1時間かけて通学をしていたから、途中で喉が渇いたらジュースでも買っていいよってことで、毎日100円もらっていたんだ。そのお金で漫画を買いまくっていたわけだ。でもそれだと月に3000円くらいじゃない。これじゃ10冊も買えないんだよね。もうあっという間に読み終わってしまう。だからいつももっと漫画が買いたい、もっと読みたいって思ってた。で、小学校4年生くらいだったかな。ある時、どうも世の中には古本屋というものがあって、そこでは漫画が安く買えるらしいということを知って、しかもちょうどよく駅から家までの途中に古本屋があったんだ。初めてそこに恐る恐る入っていった時には驚いたね。だっていろんな漫画が100円かそれ以下で売っているんだよ。もうそれ以来は毎日100円を握りしめてその店に通うようになったとも。でもさ、所詮その店は町の古本屋さんなわけで、在庫なんかたかが知れてるんだね。もちろんたまに入荷はあるけど、毎日1冊買ってりゃそのうち買うものはなくなってくる。
全然面白くなさそうなものでも、無理やり買ったりしてごまかしていたんだけど、やっぱりだんだんと物足りなくなってしまったんだ。そんなわけでその店に飽き足らなくなった俺がどうしたかというと、新たな古本屋を探し始めたんだ。当時住んでいたところは、まあ田舎というわけでもないし、自転車で遠出をすれば別の町に簡単に行けたからね。で、結果的に意外に結構近く、自転車で15分くらいのところに別の古本屋を見つけたわけですよ。それが、家を出て左の道を進んでいったところで、駅とは反対の方角だから。子供の頃から全く行ったことがなかったところにあったんだ。なんか小さなショッピングモールっていうのかな。一つの建物の中に四五軒、おもちゃ屋さんとか駄菓子屋さんとか肉屋さんとかが入っている建物があって、道を挟んでその向かい側に、まあそんな説明はいらないかな。まあそれくらいはっきり道順も風景も覚えてるってこと。その店にはもう感動したよ。今まで見たこともないような、でもものすごく面白そうな漫画がずらりと並んでいてさ。まあそれでも買えるのは一冊か二冊だから、一生懸命選んで選んで買ってホクホクしながら帰って読んだら、予想通り本当に面白いし。ただその店にはそんなにしょっちゅうは行かなかったんだよね。せいぜい何度かってくらい。っていうのも、その店は小さいんだけど品揃えがすごいから、いつ行ってもあれもこれも欲しいってなっちゃって、結局買えないのが辛くてたまらないからっていうのもあった。でも正直なところ、どうしてそんなに行かなかったのかははっきりとは覚えていないんだよね。今になってみると、行かなかったんじゃなくて行けなかったのかもしれないって思うんだけど。まあとにかくそんな風に古本屋に通っては漫画を買っていた小学生時代だったんだけど、中学に入ってからは部活が忙しくて帰りが遅くなったりとか、いろんな理由であまり古本屋には行かなくなったんだよ。駅からの途中にある最初の店はそれでもそれなりには寄ったりしていたんだけど、二番目の店はちょっと出なきゃいけないっていうのも面倒だったし。で、高校生になって今も住んでいるところに引っ越したんだ。不思議なのはここから。高校生になって受験勉強とかしてる時ってやっぱりまあいろいろと辛いんで、小学生時代を懐かしんだりするよね。で、思い出されるのはなぜかいつも二番目の店だったんだ。しまいには夢にまで見るようになってさ。それでとうとう何年かぶりにあの店に行ってみようと思ったわけ。駅からほんの数年前まで毎日通っていた道を懐かしんだりしながら元の家まで歩いて、そこからあの店まで歩きだと30分くらいかな。ここをこう行って、ここで曲がって、そうそう、この家がでかい犬を飼ってて。で、はたと立ち止まってしまったんだ。あの店が、というよりも、あの店まで行く道がない。あと一つ角を曲がれば、あのショッピングモールの建物と向かいの古本屋があるはずなのに。もう何度も確かめたんだ。少し先まで行って曲がってみたり、一旦戻って行き直してみたり。それでもそこで曲がるはずの道がどうしても見つからない。というか T 字路だったはずなのに、右の棒の部分の道がなくて逆 L 字になってるんだよね。その日は夕方だったから間違えたのかなと思って次の日曜日に行ってみたりしたけど、やっぱりどうしても
曲がり角は見つからなかった。それでふと気がついたんだ。俺は前述の通り、漫画に対する執着がものすごく強かったから。引っ越しの時も、漫画は一冊も売ったり捨てたりはしていないんだ。しかも、そのどれもが何度も何度も読んでいるから、全部完璧に覚えているんだよ。なのに、あの店で買った漫画がどれだったのか、全く思い出せない。あんなに面白い、面白いって読んだはずなのに、どんな漫画だったのか、さっぱり覚えていないんだ。そのことに気がついてからは、これは無理に探したりしない方がいいのかも、そう思うようになった。よくはわからないけど、そっとしておいた方がいいのかなって。ちなみに社会人になった今でも、辛いことがあると、あの古本屋の夢を見るんだよね。高校の時からずっと同じ内容なんだけど、家の前から左の方に記憶通りに進んでいくと、簡単にあの店まで行けるんだよ。相変わらず小さいけど、良い品揃えで、面白そうな漫画ばっかりで。で、小学校の時よりはるかに金を持っているから、大人買いをしようとするんだけど、なぜかいつもどうしても買えないんだよね。急に人がいっぱい店に入ってきて押し出されちゃったり、逆にレジにも誰もいなくて何度呼んでも出てきてくれなかったり、そのうちに、ああ、そろそろ帰らなくちゃなって気がして目が覚めるんだ。いつになったら帰るのか、自分でも楽しみにしているんだけどね。行きつけの喫茶店。友人から聞いた話。昔行きつけの喫茶店があった。おしゃれでも何でもない、普通のどこにでもある喫茶店。でもマスターの人柄が良くて、お店の中には穏やかな空気がいつも溢れていたから、癒されたい時とか、ほっと気持ちを落ち着けたい時には、少し遠かったけれど通っていたらしい。ある日そこに、バイトで女の人、A さんが入ってきた。友人には普通に接してくれているんだけど、どうしても張り付いたような笑顔が苦手だった。別の常連のおじさんから聞いた話では、A さんは友人との人間関係がうまくいかず、引きこもりがちになっていたのを、知り合いだったマスターが、リハビリがてらバイトにおいでよ、と誘ったらしい。友人は自分が感じていた。張り付いたぎこちない笑顔はそのせいだったんだと思った。しばらくは通っていたんだけれど、その張り付いた笑顔の彼女がいるその喫茶店で、友人は以前のように穏やかな気持ちや癒される気持ちを感じることができなくなってしまって、もともと自宅から少し遠いこともあって、次第に足が遠のいていった。しばらく行っていなかったその喫茶店を、ある日友人が訪れたところ、友人はすごく驚いた。マスターの容姿が豹変していたからだ。以前のマスターは、どちらかというとふくよかな体型で、その体型がお店の雰囲気を柔らかくしていたのに、そのマスターがガリガリに痩せていたのだ。びっくりした友人は、体調でも崩したのかとマスターに尋ねてみた。そうしたらにっこり笑って、ダイエットしたんだ。どう？かっこいいでしょって言った。でも体調を崩したのかとそう尋ねたくらいだから、どう見ても健康的な痩せ方ではなく、
何と返事をしたらいいかわからず。へえ、そうなんだ、すごいね。としか言えないまま席に着いた。席に着いて気がついたんだけど、以前となんだか店の雰囲気が違う。以前はお店にはいろんな年代の人が集まって、楽しそうにお茶を飲み、ポワンと温かい空気に包まれていたのに、今のそのお店は人もまばらで、なんだか洞窟の中にいるような、重く、暗くひんやりとした空気が漂っていた。そして相変わらず、例の A さんはいた。いたにはいたけど、以前とは雰囲気が変わっていた。なんというか、張り付いた笑顔はなくて、他のバイトの人に指示を与えていたり、マスターとタメ口で親しそうに話していたその様子に、友人は驚いて、そして、ああ、ずいぶん変わったんだな、と思い、それでもやはり A さんは苦手だと感じた。来るんじゃなかった。そう思った友人は、コーヒーを飲んで早々に店を出た。そして、もうここに来るのはやめよう、そう思った。店を出て駅に向かう途中、以前店でよく会った常連のおじさんに偶然再会した。おじさんに、久しぶりじゃないか、元気だったのか、と言われた友人は、ええ、久々にあのお店に行ってみようと思って、そう言った。するとおじさんは、え、君あそこに行ったの？そうか、と言った。友人は、そのおじさんの少し含みのある言い方が気になったが、正直にあのお店の雰囲気が好きではなくなったから、とはさすがに言えず、はい、でももうこの辺りにはあまり用もないから、あのお店もなかなか来られないかもしれません。そう答えた。するとおじさんは、なんだかほっとしたように、そうだね、それがいいねと。その含みのある言い方がやはり気になって、思い切って友人はそのおじさんに、あのお店って、何かあるんですか？と尋ねた。するとおじさんは、こういう話は好きでない人もいるからあれだけど、君ももう行かないというのなら、と言って事情を説明してくれた。あのお店、友人が行かなくなって少ししてから、例のバイトの A さんがマスターと親密になっていって、A さんがカウンターの中に入って、マスターと親しげに、まるで夫婦のようにお店を仕切るようになっていったらしい。そして常連の人がマスターと話をしていると中に入ってきたりして、常連さんも A さんのことがだんだんうざくなっていって、そうなるとその気持ちが A さんに伝わり、A さんの態度が悪くなるという悪循環。結果、だんだんと常連さんが減っていったという。その常連さんの中に一人、いわゆるよく見える人が、マスターには蛇が絡まっている。今のままでは首を絞められると言ったらしい。で、マスターに、あなた気をつけた方がいい。大きな蛇が絡まって締め付けているよ。と言ったら、マスターがまるで小さな子供のように頭を抱えて、嫌だ、怖い、怖い、と言っていたらしい。で、そのおばさん曰く、原因が A さんだという。友人は、A さんが蛇ってことですか？と聞いたらおじさんは、僕にもよくわからないんだけれど、A さんが蛇になって
マスターを取り込もうとしているらしい。そう言ったという。マスター痩せていたけど、A さんは元気だったでしょ？だから、僕もその常連さんの言うことなんとなく気になってね。行かなくなってしまったんだよ。もともと A さんのことはあまり好きではなかったしね。それを聞いて友人は、ああ、A さんは蛇だと言われたら、確かにそんな感じがするなと思った。そしてその話を聞いた私が、A さんってどんな感じの人？参考までに教えて。蛇っぽい顔でもしてるの？って聞いたら。それがね、彼女がいるとき何度もお店に行っているし、今でも多分街中で会ったらわかると思うんだけどね。どうしても顔が思い出せないんだよ。なんていうか、思い出そうと想像しても、髪の毛がない白いおもなが、目も鼻もない。ただ口はあるんだ。赤くてね。にいって笑ってるの。ホラー漫画に出てくるみたいな、いかにもな描写だよね。でもね、思い出せないんだ。頭に浮かばないんだよ。不思議だよね。でもね、蛇だって言われるとすごく納得できるんだよ。今でもその喫茶店はあるらしい。でも友人はあれ以降一度も行っていないそうだ。普段は能天気な友人だけど、妙に勘が働くところがあるから。やばいと思うものを記憶に残さないように、顔が思い出せないようにしているのかもしれない。変な世界に行った。俺の学校は校庭に行くまでの道に花壇があるんだ。その花壇の横には、なんかよくわからない木が生えてて、その木の世話やりが俺の当番なんだけど、その木の周りに近づくと異様にクラクラする。立っていられないレベルなんで、とりあえず人を呼ぼうと花壇の道まで行ったんだ。そしたら急に気分が治って、ああなんだ、気のせいかって思った。で、水やりをしようと戻ったら、またクラクラするんだ。なんでだろう、くらいの気持ちで、なんとか水やりを終えた。一応保健室に行こうと思って、花壇の道に戻ると、クラクラはなくなる。でもまあ、念のためだと思って、保健室に行った。先生は、特に異常はないから心配ないって言ってた。だが今日は一応帰って休めと言われたから帰った。そしてまた次の日、朝水やりをしに行くとまたクラクラする。昨日よりも断然強い。立ちくらみってなんか白いモヤモヤが見えるよね。あれが見えたんだ。ああ寝不足なのかなとか思いながらその場に座り込んだ。確かにその日の前日は寝ていなかった。それで白いモヤモヤが視界全体に広がって、そしてすぐにモヤモヤは消えてなくなった。で何か気がついたら気分は悪くなくなっていた。今から考えたら地面が異常に黒かった気もする。なんか妙な雰囲気だった。朝練をしている野球部の声も、サッカー部の声も、変な言葉にしか聞こえなかった。ほんはー、あぶやー、みたいな。ああ、まだ気分治ってないのかな、と思って教室に行った。でもおかしいんだ。何がおかしいって、文字が。本来そこには学校目標みたいなものが書かれていたはずなのに、
そこに書いてあるのはただの文字列。少なくとも俺には理解ができなかった。生、J、アット、に、点、一、ま、い、さ。そんな感じ。正確にはあまり覚えてない。正直びっくりした。何が起こったかわからなかった。他のクラスも見てみたけど、クラス番号以外、文字がすべて気持ち悪い。理解できないし読めない。ただ、そこが自分のクラスであることに安心したことだけは覚えてる。その時点で気が狂いそうだった。でもみんなが登校してきたから、何かがわかると思った。そして待ったんだ。8時20分くらいになると、そこそこ仲のいい友達が来た。俺は、なあ、この文字読めるか？意味がわからないんだけどって聞いてみた。でもそいつは、フラタス？みたいなことを言った。そこで俺は気がついた。何かがおかしくなっているって。言葉はわからないけど、惹かれたのはわかった。俺の言葉が通じないのも。そいつは俺を見て、ふにゃふにゃ言ってる。けど、俺が理解できるものは一切なかった。次第に人が増えてくるが、俺はみんなの話が全くわからない。もう我慢できなくなって、大好きな保健室の先生のところに行った。でも、理解してくれなかった。俺も理解できなかった。悲しかったし、ショックも受けた。俺は学校から逃げた。家に帰りたかった。走る元気もなかったし、下を向いて歩いた。何よりもおかしいのは、学校だけだったって思いたかったんだけど、でも違ったんだ。看板らしきものが目に入った。全く読めない。泣きそうになった。というか、泣きながら帰った。通行人がずっと俺の方を見てた。家に帰って、やっぱり文字は変だ。とりあえずは病院に行こうと思った。保健所と診察券、お金を探し出して、チャリに乗って病院に向かった。まだ空いてなかったっぽいんで、緊急病棟があった場所に行った。昔から通院していたんで、俺のことを知ってる人はいるんじゃないかと期待をしたんだ。だが、期待は裏切られた。保健所と診察券を見せても、身振り手振りで、診察してほしいと示すしかなかった。それでも分かってもらえなかったから、診察を受けに来ましたって言ってみた。やはり通じなかった。持っていた紙にペンで書いてみたけど、それも同じく意味はなかった。ああ、根本的に違うんだなって思った。俺は必死に話をした。分かってはいたんだけど、当然ながら通じない。しばらくしたら、なんか受付の人が電話を始めた。不安になりながらも椅子に座ってしばらく待っていたら、受付の人に呼ばれた。奥に行くと、警察というか警備員さんみたいな人がいた。すごく安心した。きっと警察だったら何とかしてくれるって勝手に期待してしまったんだ。俺は病院のカウンセラールームに入れられた。警察二人と看護婦さん一人、白衣を着た男がもう一人いた。俺の前に白衣の男が座って何かむぎゃむぎゃ言っていた。俺は訳がわからないから
首を振ったりかしげたりしていた。その白衣の男 A は何か聞くたびにニヤニヤして何やらメモを取っていた。しばらく質問が続いて、最後に A がふっと笑って立ち上がった。するともう一人、この人を B とする B が座って写真を見せてきた。よくわからないのもあったけど、東京タワーとか姫路城もあった。その人は積み木をやらせたり、パズルをやらせたり、木の絵を描かせたりした。そしてまた写真を見せてきた。今度は食べ物だった。唐揚げとか天丼とか知っているものもあったし、爆弾みたいなものもあった。そういったものを見せられるたびに反応をするようにしてみた。するとそのたびに、その B もメモを取っていた。そして立ち上がると A と一緒に出て行ってしまった。その時部屋には警察二人と女の人と俺。次は女の人が座った。その写真を見ていたらお腹が減っていたことに気がついた。今何時だろうと時計を見るんだけど、やっぱり読めない。俺は何とかしてお腹が減ったことに気がついてもらおうとした。お腹を抑えたり、水を飲む演技をしたり。結局、お箸でご飯をかっこむふりで気がついてもらえた。女の人は携帯でどこかに電話をかけ、ご飯を持ってきてくれるように指示をしてくれた。多分だけど。女の人が電話してからしばらくして、天ぷらうどんが出てきた。それは写真のやつだった。とりあえずいただきますをして食べた。そっちに行ってから初めての食べ物だったし、あったかくてなんか安心したんだ。うどんを食べ終わって、器が下げられた。それで警察に連れられて部屋を出た。パトカーに乗って移動させられた。パトカーはこっちと変わりなかったよ。しばらく車に乗っていたら疲れていたこともあってすごく眠くなった。寝ないように我慢していたんだけど眠ってしまったみたい。気がついたらでっかいビルみたいなものの前だった。そこの部屋に入れられた。監獄というか、捕まった人が入る部屋みたいなところ。で、みんなが出て行ったから、部屋にあったソファーに腰をかけた。そこにあったのは、トイレっぽいものと、簡易ベッドというか、ソファーだけしかなかった。部屋の四隅には、監視カメラらしきものが置いてあった。急に一人にされて、不安だったし、やることもないんで横になった。家族のことや好きな人のことを考えたら泣きそうになった。俺はまた寝た。状況を整理するとかはできず、ただ帰れなかったらどうしよう。そんなことしか考えていなかったと思う。目が覚めた。その部屋には窓も何もなかったから、どれくらい寝たんだろうか。今は何時なのかも全くわからない。でも、お腹の減り具合から結構寝ていたことはわかった。でも、どうしようもないからまたベッドに戻った。やっぱり元の世界のことを考えると悲しくなって号泣した。こんなところで死にたくない。お母さんに会いたい。好きな人に思いを伝えたい。とか、そんなことばかり考えては泣いてた。どれくらいの時間が経っただろうか。ドアが開いた。A だった。俺は A に連れられて、他の部屋に入った。そこには
丸い筒の中に入っていくやつがあった。MRI かな。見たことはあるけどやったことはない。それから何がされるかは分かったんで抵抗はしなかった。俺は変な台に乗せられて筒に入れられた。なぜか激痛が続いて俺は気を失ったらしい。気がついたらベッドの上にいた。もうその時には痛みはなくなっていた。ベッド降りて監視カメラとかトイレとかドアとかいろいろと見て回った。そしたらドアには下敷きみたいなものが挟まっていて、そこにも意味がわからない文字がたくさん書いてあった。けどその中に、俺の名前、出身地、年齢、体重、身長が書いてあった。ここに来てから多分初めて読める文字だった。よくわからないけど少し落ち着くことができた。俺はこれが何なのかを考えてみた。結局何かはわからなかったんだけど、これはカルテだと思うことにした。しかしそれ以外には何も変わったことはなくて、ベッドに戻った。しばらくしたらまたドアが開いて、次はプールみたいなところに連れて行かれた。正直泳ぐのは嫌いだから、泳ぎたくはないな、とか思っていたけど、どうやら泳ぐわけではなかった。水の中には、顎がめちゃくちゃ長くて、尖っている、鯉みたいな魚がいた。そして、また白衣を着た人が出てきて、その魚に餌をやった。虫みたいだった。そして、その魚を網ですくって、俺に見せた。意味がわからなかったから、首をかしげた。白衣はうなずいていた。そしてどこかに行ってしまった。警察はいつも、俺の斜め後ろにいた。警察が俺の肩をぐいっと掴んで、ポケットに入れていた下敷きを取った。せっかく手に入れた唯一理解ができるものだったから、取られて悔しかった。警察は下敷きを白衣に渡して、俺を部屋に連れて行った。その後、多分4日くらい放置だったと思う。食事はきちんとあったけどね。昔から何かしないともぞもぞする人なんで、部屋中を歩き回ったり、筋トレしたり、泣いたり、壁を叩いたり、いろいろしてた。気が狂いそうなくらい長く感じた。で、ある日突然ドアが開いたんだ。スーツを着た、いかにもサラリーマンって感じの人が立ってた。何やらふにゃふにゃ言ってついて来いっていう素振りをした。俺はまた何があるのかと思ってついて行った。どうせ何の刺激もない生活だったから新しいことがあるのかと期待したんだ。しばらく歩いてビルから出た。黒い長い車が止まってた。スーツは運転席、俺は助手席に座った。その人は、言葉、覚えて、ますか?みたいな感じで、こちらの言葉を喋った。元の世界に返しますって言われた。このスーツの人は、あっちの世界に行ってから帰ってくることができなかった人らしい。以上、俺が体験した不思議な話。残念だけど、これ、実話です。二度と行きたくない。
俺が仕事で経験した話。俺、警備員みたいな仕事をしているんだけど、個人住宅で警備会社と契約している家って結構あるんだよ。警備システムが発動したり、契約者から連絡があると家の様子を見に行くんだけどさ。そんな中でも二度と行きたくないって思った家があった。今から5年くらい前、まだ就職したてだった俺が会社の車で待機していると、とある民家から連絡が来たんだよ。当然、俺はその家に向かったんだ。その家は、町から少し離れた集落にある一軒家だったんだけど、昔ながらの瓦造りの2階建ての住宅だったんだけどさ、外から見たら家の中が昼間なのにむちゃくちゃ暗いんだよ。不気味な雰囲気だったから、家に着いた時、少し体がブルった記憶がある。その家の契約者は、そこそこ高齢の女性。まあ、A さんとしようか。高齢の人って結構ボケている人が多いんだよね。認知症、被害妄想、そういう類の人だろうと思ったんだよ。しかし連絡があった以上は、契約者と会わないといけないから、とりあえず呼び鈴を押したんだ。呼び鈴を押してからしばらくしたけど、誰も出てこない。気がついていないのかなと思って、玄関の小窓をふと見てみたら、ちびりそうになったよ。窓のガラスに顔をべったりくっつけて、外にいる俺をじっと見ているばあさんがいたんだ。思わずうおって声を出して何歩か後ろに下がったんだけど、そうしたらそのばあさんがすっと窓から離れて玄関を開けたんだ。そのばあさんこそ通報した A さん。その A さん、結構でかい家に一人で住んでいるんだけど、容姿がこれまたひどい。田舎のばあちゃんが着ているような上着と白いシャツで、下は桃引き。その上着もシミだらけだし、とにかく汚いんだ。着ろって言われたら全力で断るレベル。髪も長い白髪で、ちゃんと髪洗ってるのかって思うほどみすぼらしい感じ。顔も、何かに追い詰められたように、目の下のクマがすごくて、なんていうか、正気のない目をしてた。玄関を開けて出てきたのはいいけど、A さん何も言わないんだよ。ただ俺の顔を、不思議そうな顔で見るだけ。しかし、そんな人でも契約者であることは間違いないから。とりあえずは、〇〇警備のものですが、どうかされましたかって聞いてみたんだよ。そうしたら A さん、ようやく口を開いた。家の中に、誰かいるんです。ボソボソとそんなことを言ってた。ぶっちゃけ、ボケた人って結構そういうことを言うんだよな。鉄格子までした窓から人が入ってくるとか、外にいるのに家の寝室に今不審者がいるとか、とにかくそんなありえないことを真顔で言ってくるんだよ。当然俺もその類の通報だって思ったから、普通にじゃあ家の中を見てみましょうかって言って中に入ったんだ。 A さんの案内で家の中を歩いたんだけど、中はやっぱり想像通りの感じ。埃だらけだし、畳はきしんで穴が開きそうなやつまである。机の上にはいつから洗っていないのかわからない食器がたくさん置いてあって、置いてあるみかんとか普通にカビが生えていたし、ゴミもそこら中に散乱しているから、歩くたびに靴下越しに
何か小さなゴミを踏んでいるのがわかるくらい。そして何よりも暗い。電気くらいつけろよって言いたくなるくらい。しかしまあ、とにかく広い。田舎の家ってでかいのが多いけど、とりわけ特にでかかった。もしかしたら昔は地主だったのかもしれない。で、一番奥の部屋の前で A さんが止まって、閉じられた四枚の襖を指差し、ここに誰かがずっといますって言ったんだ。部屋の前からじゃ特に音とかは聞こえない。むしろ家全体がものすごく静かで、A さんの息がバカみたいに聞こえているくらいだった。襖自体もかなり汚かったんだけど、確認しないことにはどうしようもないから、とりあえず開けることにしたんだ。警棒と懐中電灯を構えて、襖に手をかけた。でも、内側で何かが引っかかって、軽い力じゃ開かなかったんだよ。で、ちょっと強めに力を入れて開けたんだ。そうしたら、ベリって何かが剥がれる音が聞こえて、ようやく襖が開いた。懐中電灯で中を照らしたら、ゾッとしたよ。一気に全身に鳥肌が立った。仏間だったんだけど、部屋の壁やら襖やらに、一面お札みたいなものが貼られまくっていた。それこそ隙間がほとんどないくらいに。開きにくかった襖にもお札が貼られていて、それが引っかかって開けられなかったみたい。何より一番ビビったのが、天井に所狭しと誰かの自画像が貼り付けられていた。しかも、どれも苦しそうな顔で。とにかく全部が異様な部屋だった。あまりのことに呆然としていたら、A さんが後ろからボソッと言ってきた。いるでしょって。その顔がね、もう気味悪いんだよ。正気のない目でにたって笑ってるの。顔は笑っているんだけど、心は全く笑っていない感じ。この部屋の状況で何が面白いかはわからないんだけど、すさまじく気持ちが悪いニヤつきだった。その顔見たら、もう無理って思って、無線を入れるふりをして、急いで外まで出て行った。俺が外に出たら、A さんがノロノロと外に出てきた。とにかく帰りたかったから、何もいませんでしたねって、適当に挨拶をしてから車に飛び乗って、家から離れたんだ。それからは特に事故も起こることも、霊的な不幸があることもなかったんだけど、数日経って、ふとあることを思い出したんだ。あの仏間、さっき話したように、内側から襖一面にお札が貼られていたんだ。それこそ、軽い力じゃ開かないくらいにべったりと。だとしたら、あれを貼ったのは誰なんだろう。誰かがお札を貼ったのなら、その人物が部屋の中にいるはず。でも中には誰もいなくて、A さんもその部屋の外にいた。そのことに思いついて、さらに鳥肌が立ってしまった。それからはいろいろとあって、その警備会社を辞めたんだけど、あの家のことを思い出したら、未だに恐怖が蘇ってくる。
とにかく、あの家には二度と行きたくないな。マジで。霧の中。私が実家に帰った時、体験したことです。私は仕事を辞めて、某職員の試験勉強に打ち込んでいました。実家にいる間、毎朝愛犬の散歩をしていたんですけど、ある朝、犬がいつもより早く起きました。午前4時10分くらいだったかと思います。いつもは午前5時半前後に散歩に行くから、おかしいなと思いました。しかしそれでも、愛犬があまりにもうるさくせかすので、私は怖いながらも散歩に行くことにしました。外に出て、いきなりどんよりとしました。ど田舎なのもあって、まさに一寸先は闇、というくらい真っ暗なんです。しかも、霧がぶわっと立ち込めていて、まとわりついてきます。懐中電灯の明かりが非常に心もとなく、照らした先も霧で飲み込まれます。でも、怖がりの怖いもの好きの私は、歩みを進めました。道中には、夜中には遭遇したくない嫌なものがたくさんありました。地元の錆びれた神社の長い階段、切れかけた蛍光灯の明滅、霧の中をぼんやりと映すカーブミラー、傾斜地に並ぶお墓の群れ、隣の犬の荒い呼吸もなんだか恐ろしかったし、樹木にもたれかかる人間そっくりのかかしにも絶叫しかけました。静けさの中、足音も響いて、まるで肝試しでした。ただ、意外にも行きはあまり怖くありませんでした。かくして調子に乗った私は、帰り道に、電波だと森に囲まれた砂利道を選んだんです。もちろん、森ともなると、霧がものすごく。霧の街と言われるロンドンって、こんな感じなのかな、などと、無駄なことを考えていました。田畑に浮かぶ無表情のカカシの群れと、赤く光る鳥よけに怯えながら、帰りも普通に歩いていました。しかし、家まであと200メートルのところでした。シャン、という呼び声がどこからか聞こえました。なんだろうと思いながら、周りを見渡したんですけど、霧でよく見えません。ああ、ちゃん。もう一度呼び声が聞こえ、そちらの方を少しだけ目を凝らしてみました。そこには、黒い人影が立っていました。シルエットしか見えませんけど、おそらく上半身は人が、口元に手を当てて、おーい、と叫ぶような形だったかと思います。足を肩幅くらいに開いており、どうやらこちらを見ているようでした。もちろん暗いので、それに目がついているのか、背中を向けているのか、わかりません。
でも、確かに私がいる方向を見ている気がしたのです。私は先ほどまで、幽霊の類には遭遇せず、調子に乗っていた分、一気に背筋が凍りつきました。しかも砂利道。足音を立てずに帰ることもできないので、私はそれに気づかれないようやり過ごすようにしました。もちろん向こう側は見ないで、ただひたすら前だけを見て、家までずんずんと歩いていきました。途中、それがいた道に差し掛かりましたが、それがいた方向には振り向かず、ひたすら家まで歩を進めました。そのおかげか、今も何も起きていません。でももし、あの時振り向いていたら、声を返していたら、私はどうなっていたのか。そしてあの人影は、なぜ神社近くの道に立って、誰を呼んでいたのか、少しだけ気になります。